ラウターブルンネンミューレン山岳鉄道沿線、ミューレン駅ラウターブルンネンミューレン山岳鉄道は、スイス、ベルン州のベルナー・オーバーラント地方のラウターブルンネンとミューレンを結ぶ、山岳交通機関である。ラウターブルンネン・グリュッチ・アルプ間は、ロープウェイ、グリュッチ・アルプ・ミューレン間は、狂気鉄道で運行しており、アイガー、メンヒ、ユングフラウの散々の景観を、車窓から望むことができる。 ラウターブルンネンミューレン山岳鉄道は、ユングフラウ鉄道持ち株会社の参加にあり、ベルナー・オーバーラント鉄道、ベンゲルナルプ鉄道とともに、ユングフラウ地方をカバーする山岳交通機関のネットワークを形成しており、主にユングフラウ地方屈指のビューポイントである、シルトホルムを目指す観光客に利用されているが、ラウターブルンネン谷に切り立つ、崖の上に位置するミューレンエブ市を運ぶ役割も、 果たしている。ミューレンバーンの開業は1891年。ラウターブルンネングリッチアルプ間はもともとケーブルカーで運行していたが、2006年12月より100人の乗客トロットンの物資を運ぶことができるロープウェイに付け替えられた。グリッチアルプミューレン間の狂気鉄道の総延長は約4トルで、最大勾配は50パーミルである。ありがとうございます。